こんにちは、セイラです。皆さんはトヨタ自動車が2030年までに30車種の EV 車を新たに発売することをご存知でしょうか。自動車業界の巨人であり、日本最大の自動車メーカーであるトヨタ自動車が大きくついに動きました。自動車業界は現在、脱ガソリン車の波が強まっています。この流れは非常に強く、2035年にはガソリン車の発売を禁止するといった情報も流れてきています。ここに来て急速に強まるこの流れに、自動車メーカーは生き残りをかけた技術開発競争となっています。今回はそんな中でトヨタが掲げる EV 戦略についてフォーカスしていきます。トヨタが新型 EV 15車種をお披露目。トヨタはメガウェブでバッテリー EV 戦略に関する説明会を実施し、トヨタ秋尾社長自らが今後の EV に関する取り組みをメディアに向けて発表しました。そこで語られた内容としては衝撃的なものでした。なんとトヨタは2030年までにグローバルで30車種の純 EV 車を発売、同年には350万台の純 EV を販売するとしたのです。まずは2030年までにグローバルでバッテリー EV 車を新たに30車種発売するという部分ですが、あと10年もない段階で新たに30車種を開発するという大きな計画です。あくまでも目標でありますが、ただこれを掲げるということはそれなりの裏付けもあるということなのだと思います。トヨタ全体で2030年までに350万台の EV を販売するという部分もかなりの強気だと感じます。またトヨタを代表する高級車ブランドのレクサスブランドに限って言えば、2035年の時点でグローバル新車販売の 100% をバッテリー EV にするとしています。トヨタ、これまでとこれからの EV 戦略。これまでトヨタといえば、ある意味 EV とは距離を置いていたイメージがあります。これは1990年代後半から2000年代初頭でのプリウスに代表されるようなハイブリッドカーの大成功など、環境意識の強いメーカーではありましたが、近年は EV に対して距離を置き、水素などのその次の世代を担うようなシステムを積極的に開発していた印象が強いです。トヨタ秋尾社長は EV 一辺倒に突き進む世論にたびたび警鐘を鳴らしていました。ただトヨタ関係者からは、うちはいろいろな分野をやっているので EV に消極的だと見られがちだけど、ちゃんと EV もやっていますという証言もありました。トヨタは2030年までに EV だけではなく、ハイブリッド車や燃料電池車も含めた電動車全体の開発に8兆円を投じるという巨額の投資計画も明らかにしています。さらにバッテリー開発への投資を5000億円増額し、2兆円へとしました。これほど一気に EV 拡充を行い、一気に EV 推しなのかと思われますが、会見の質疑応答では現時点でもまだトヨタ社長はどこに選択と集中していくかということではなく、まだ見極めている段階、優先順位を決めるわけではなく、すべて一生懸命やらせていただく、カーボンニュートラルへの戦いはトヨタだけでなく自動社会全体でやっていきたいとしています。さまざまな選択肢を模索しつつ、どれか一つに注力するのではなく、バランスよく研究開発を行っていきたいというスタンスが見受けられます。もちろんこれにはそれだけのコストがつきまといます。だからこそトヨタ自動車がやる理由になるのです。 EV メーカーのトップへ。しかしこれだけの台数の EV を販売するとなると、これは一気に世界有数の規模となります。ただ当然ですが、販売実績で先行する欧米や中国など海外メーカーとの競争は激しくなる見通しです。そこで存在感を示すことができるのかが注目ポイントとなりそうです。ちなみに2020年の世界全体の EV、PHEV 年間販売台数は約312万台であり、350万台はそれをいきなり超えてくることになります。
この数字がどれだけ壮大なものなのか実感できると思います。まさにトヨタ自動車の世界挑戦計画といえます。レクサスは性能重視か。さて、トヨタ自動車の高級車ブランドとして確固たる地位を築くレクサスですが、トヨタとレクサスは2035年までにカーボンニュートラルを実現するという目標で、非常にパフォーマンス重視のマシンに生まれ変わりつつあります。トヨタ社長はレクサスを中心に2030年までに全セグメントに EV を投入するとしており、副社長のパスカル・ルークはレクサスのドライビングシグネチャーは今後も強調していくものです。なぜなら電動化とドライビングプレジャーは矛盾しないと考えているからです。むしろその逆で両立することができるのですと語っています。つまりは走りと電動化は両立できるとしており、レクサスはそれを追い求めていくモデルになることを語っています。レクサスにとっては本当にどんな面でも最高の車を目指す厳しい戦いが始まったといえます。トヨタ昭夫社長の考える車作り。トヨタ昭夫社長は今までのトヨタの EV には興味がなかった、そしてこれから作る EV には興味があるとコメントしています。ただその一方で、選ぶのは市場でありお客様というスタンスを堅持しています。その根底には EV 一本化は逆に環境破壊になる、多様化が大切という考えがあります。この多様性を体現しているのがトヨタ自動車であり、単純に EV シフトするのではなく、 HV、PHEV、水素とやれること全部やってるのがトヨタ自動車なのです。もちろんこれにはガソリン車も含まれます。急激な変化の代償として気になる部分としては雇用の部分です。例えば完全にガソリン車をやめてしまったら、ガソリンエンジンの部品を作る雇用は失われます。このことはトヨタ自動車の直接雇用の社員やグループ内の子会社だけでなく、取引先企業の雇用にも影響してくるのです。自動車産業は多くの人が携わって成立する産業です。だからこそバランス感覚が欠けた戦略というものは、多くの人の仕事をもしかしたら奪ってしまうかもしれないのです。もしもそういった結果になったとしても、そこには市場から選択されなかった、ユーザーに選ばれなかったという理由が必要なのです。トヨタ昭夫社長の考え方は非常にバランス感覚に優れており、自動車産業で働く人のことをしっかりと考えたものだと言えそうです。しかしその中で世界のトップを狙っていくという野心的な面も秘めており、それを実現させるにはやはり人が重要であることを信念として深く理解しているのかもしれません。とにかくトヨタ自動車は一気に EV 車の拡充を宣言し、壮大な販売目標を掲げたわけですから、ユーザーとしては今後トヨタ自動車がどういった車を市場に投入し、ユーザーに選択肢を作るのか注目したいところです。まとめ。ここまでトヨタが掲げる EV 戦略についてお話ししてきましたが、いかがだったでしょうか。トヨタ自動車は EV について消極的なスタンスがこれまで目立っていただけに、市場に深いインパクトを与えました。市販前提のコンセプトカーを多数すでに公開しており、トヨタ自動車の未来を見せようとしています。 EV についてはすでにヨーロッパやアメリカ、中国のメーカーが先行している印象があり、今後世界を舞台にどういった競争を見せていくのか楽しみです。そしてトヨタ自動車のホームである日本でどういった車を市場に投入するのか、非常に楽しみなところです。トヨタらしく、使いやすく、ユーザーにとってもっといい車を提案してくるのではないでしょうか。それによってトヨタ以外の国内自動車メーカーもこれまで以上に新車種の開発に力を入れてくることが想像されます。ユーザー目線で言えば、それは選択肢が広まることを意味しており、それぞれのライフスタイルに合わせた車選びができるということです。それは自動車市場として理想的な状態と言えます。トヨタ自動車の企業としては、トヨタ昭夫社長のリーダーシップが目立ってきています。
特に直接ユーザーにトヨタの考えを積極的に発信する姿勢が目立っています。また政府に対してもしっかりと自動車メーカーとして意見する姿も見られます。自動車の未来を熱く考える姿勢は素晴らしいものです。それでは最後に質問です。皆さんはトヨタ自動車の EV 戦略、大胆な新型 EV の投入計画についてどのように思いますか？ぜひ皆さんのコメントをお待ちしております。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。